有生体、ウロコアシナガグモテトラグナサスキマタは、小柄なアシナガグモ属のクモ。緑色に輝く体色が特徴。体長は、メスで4から6ミリメートル、オスでは3から5.5ミリメートル。この大きさは、アシナガグモのほぼ半分程度である。全身が、金属光沢を持った緑色を呈するが、腹部のそれは、金緑色の臨場のものが一面に並んでいる、ことによる。 これは刺激を受けると収縮するので腹部の色が黒っぽく変化する。オスの腹部は細く背面に縦長の赤色斑がある。細部では目の配列が同族中ではやや特殊で川岩が前後離れており前中間ナカと同じくらいの距離を取る。また不足に差しが多い。日本では北海道から九州までと伊豆諸島、それに南西諸島に分布する。 国外では台湾、韓国、中国から知られる。都市部の街路樹や緑地から庭園、公園や水田、河原から林道脇や渓流沿いまで広く見られる。人の背丈程度の高さの枝葉の間に網を張る。網は円網で水平から垂直まで様々な角度を取る。また網を張らず樹脂状で昆虫を直接に捕獲することも知られる。乱納は 表面が白いふわふわした糸に包まれる。メス親はこれをラ裏につけ、その上で乱能を守る。日本において、同族で本種と似たものとしては、以下の2種が挙げられる。エゾは、本州、四国、九州では産地に生息し、平地には出ない。谷川は、トカラ列島以南の南西諸島に分布する。これらの区別について、ヤギ沼は、エゾの方が本種より大きいこと。 深海は、谷川について腹部に、黒縁があることと全体に、黄色みを帯びることを挙げている。小野編長はこの他に、オスの大顎の形態、降雪器の構造に触れた上で、メスでは、区別が難しいことを指摘している。以下、主として、小野編長、P416 六サマほか P49 ヤギヌマ、P135 深海、P180 深海、 P180 アサマホカ P49 ありがとうございます。